いや、大門未知子先生、しばらくだね。どうも。どうも。今日は職探しですか？蛭間分院長、ご無沙汰しております。はい、どうも。またうちの大門未知子がお世話になります。え？なんかの間違いじゃないの？不屑一顾、高傲自大，大家熟知的派遣女一又回来了。日本收视女王米仓凉子暌违两年，第七度饰演这个角色，结果一开播，收视果然开红盘。うちのやつも看護師だけど、保育園で子供扱ってくれなくて。コロナと戦ってる私たちが、なんでこんな苦しい思いばっかりしなきゃいけない。医院被疫情搞到人仰马翻，派遣女医第七季一开场就融入新冠肺炎的剧情，让观众看了很有感。就连米仓凉子在家里打麻将，竟然桌上也有隔板，制作严谨的态度，有如防疫宣导连续剧。私台湾で2、3回しか行ったことないんですけど、台湾パイナップルが芯まで食べれるって知らなくて、で今年は。もう台湾パイナップルを見つけると、もうものすごい勢いで。米仓凉子对于台湾也有满满的回忆。她从2012年演出这个角色，以桀骜不驯的态度挑战日本白色巨塔，让观众都叫好。但是疫情爆发后，米仓凉子因为工作压力太大，一度想辞演，还好她回心转意，观众才能再次听到这一句经典台词。私。失敗しないので。东线岳宗英在台北报道。